マリア・シェディホビッチ、ヘルシンキで開かれた2007年大会にて、セルビアのユーロビジョンソングコンテストでは、セルビアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。セルビア2006年にセルビア・モンテネグロ解体に伴って独立国となり、2007年大会よりユーロビジョンソングコンテストに参加している。それ以前は、ユーゴスラビアの一部であり、 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国として1961年大会から1991年大会まで、ユーゴスラビア連邦共和国として1992年大会に、セルビア・モンテネグロとして2004年大会から2005年大会まで参加してきた。セルビアの独立国として初の参加となった2007年、セルビアはマリア・シェディホビッチのバラード曲、 モーリトバで268ポイントを集め優勝を果たした。これによって2008年大会の開催地はセルビアのベオグラードとなった。2008年自国での開催となったセルビアの2回目の参加ではかつてセルビア・モンテネグロ代表として2004年大会に参加したジェリコ・ヨクシモビッチが制作したオロ・イエルナ・トマシェビッチが歌い百六十ポイントを集めて六位に セルビアから高得点が送られた国々、セルビアに高得点を送った国々、中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。